よし、クラスマスカレードやるか。日本ではまだ家庭用ゲーム機が主体ですもんね。ですね。そこで目を開かせようとするとグラもボリュームもお高いものになっちゃいますよね、やっぱりね。では仕方ないものがあります。みんなもっと、ね。コンパクトなゲームも魅力をもっとしてほしいですね。ね、フォルダ系いいですよね。欲しい。よーし。やるか。で、私は新しい項目の下側に行きたいので、ここですね。自然だ。自然のこの松の木みたいなやつを作るんですが、自然難しいんだよね。で、トルネコ面白いですよね。タタタタタンタンタンタタタンタンタンタタタンタタン。ハマった記憶があります、トルネコ。あー、俺しかも来そうですよね。なんかいつか来そうな気はしますよ。俺の屍を越えていけ、なんとなくなんですけど。で、欲しいですね。まあ、このハートのボタンって何か意味があるんですか？飛ばしたら私が嬉しくなります。なんか、あれですね、コメントをするのが恥ずかしい勢にはとても嬉しい機能で、私もコメントとかほぼしないんですが、ハートを飛ばしたりすることあります、たまに他の方の配信とかで。気軽にね、送れるのがいいですよね。こんな感じでね。やった。これは難しいぞ。これ難しい。そうなんですよ。3が出てやってるんです。クラスマスカレード。ここだ！よし、ここから攻めていくしかないな、これは。ピースほぼ同系色。これは難易度高いですよ。ヴァンパイアサバイバーズね、マルチプレイが出ましたね。ヴァンパイアサバイバーズドリーム、一過性のものにしてほしくない。最近そうなんですよね、ちょいちょいやっぱ配信者さんとか結構大きめの実況者さん、 VTuber さん、配信者さん、結構インディーゲームプレイされる方も増えて、結構前に比べたらインディーゲームの存在知られてきてるような気はとしてます。デイブ・ザ・ダイバーとかもね。あといっぱい飛んでます。嬉しいね。ちゃんと見てますからね、ありがとうございますね。そうそう、そんな感じでハートが飛ぶんです。これは難しいですよ。暗めの色の問題。これは難しいですよ。まずい。
こんなの。今日1個で終わるよ、こんなの。ここに丸みのある木があるな。ああ、やはりこの自然系の課題は難しいと思っていたが。やはりか。これは難易度高いですよ。ね、マルチプレイわちゃわちゃしそうですよね。ちょっと面白そうです。あ、やった、面白そうですね。あれってまだ Steam 版は対応してないんですっけ、ヴァンパイアサバイバーズのマルチプレイって。ヴァンパイアサバイバーズ持ってる人は結構多そうだから、みんなでやってもいいかもですね。ぐぐがわっちゃわちゃになりますよね、あれ。どうやってやるんだろう。全然わからない。あれ、全然わからないぞ、これ。絶望、絶望感しか感じない。ねえ、グラスマスカレードももっと知られてもいいですよね。こういう雑談枠にもぴったりですから。うおー、確かに個人で遊ぶにはちょっと虚しいけど、雑談と一緒なら面白いゲームも結構ありますね。ゲーム配信も文化の一つですね。もうは随分と変わったものだ。やばーやばーやばー、木がある、そりゃ木はあるよ、木がある、木だ。パズルね、物理的なパズル結構場所取りますよね。ここだー、超ジグソーパズルちょいちょいやるんですけど、いや、やっぱね、やっぱデジタルにはない良さもあるなーって思います。パズル、リアルのジグソーパズルは、ジグソーパズルは、あー、やった、バージョンアップでマルチプレイなるのかな。とりあえずなんかスイッチ版がなったんですっけ。あんまりヴァンパイアサバイバーズの情報は追えてないんですよね。風の噂で聞いたみたいな感じで。雑談枠にぴったり、鬼ムズそれはこのステージだからだ。このステージは特に鬼ムズだ。難しすぎるよ。ここら辺、あ、ここだ。さあ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 。よし、オッケー。許された。よし、木は埋まってきたぞ。
アヒル眺めるゲームもね、ありますよね。音楽がいい。アヒル眺めるゲームは全部抜いちゃったんですよね。他の方の配信で。まあ、あれはもう、ネタバレも何もないような感じがしますが。あれ、最初、あのゲーム最初、ゲーム閉じたら記録消えてましたからね。あれは結構な、鬼畜仕様だなとは思ってました。ねえ、これは難しいですよ。いつか配信なり動画投稿してみたいなと思ってるけど、なかなか行動できないです。しちゃえば、いいと思います。で、軽く言えちゃうのは、私の才能なのかもしれないですね。簡単にできないものなのかも。いや、そうだな、確かにマイク買う時点で結構大変ですからね。 V さんとかになるとさらにいろいろ準備大変なんだろうなとは思います。適当に投稿するだけならパソコンとマイクさえあればやりますよ。こだわらなければね。高難易度パズルでスパルタゲームリハビリ。これは難しいよ。リハビリでやるステージじゃなかったですね、これは。うわー、まだこれしか埋まってない。ここの先っぽが欲しいな。木の先っちょ。木の先っちょだけちょんってあるやつないかな。今年はエンディングまで遊べたタイトルがめちゃくちゃ少ない。中毒性があるゲームにどっぷり使ってるってわけでもないんですが。あららららら、目移りしちゃってる感じですか。まあまあ、ゲームの楽しみ方は人それぞれですから、それもいいんじゃないですかね。私個人的にはクリアしたいタイプですけど。Steam版のマルチプレイに必要なもの、ゲーム本編をインストールした PC 代、人数分のゲームパッド。コストはキーボードか。いまいち理解ができなかった。リモートプレイでやる感じですかね。ローカルマルチなのかな。ああ、ほんとだ、その後ろのを読んでなかったです。ローカルマルチなんですね。ああ、推しの子重曹とコラボしたやつ出てましたね。重曹ちゃんね、すごいコラボが出ましたね。変えてないですけど。いいなぁ、そういうコラボいいですね。カニぴったりではある。アヒルゲームのネタバレ。このゲームは癒されますくらい？どんなアヒルが出てきますが、一番のネタバレですかね、あのゲーム。そうそう、進行が。セーブできなかったんですよ、最初。
ファミコンの初期ゲームみたい、アーケードゲームみたいですよね。そう、OBS とかね、知らないといけないのがちょっと壁は若干ありますね、確かに。ソフト、ライブ配信用ソフトね。だだだだだだ。ゲームの約束あります？いいですね。今晩これで失礼します。ありがとうございます。後日ゆっくり楽しもうと思います。ありがとうございます。ゲーム楽しんでください。いいですね。ゲームの約束。バルダーズゲートは、あれ、マルチプレイできるんですかね？ディビニティ、マルチプレイでしてたから、もしできるんなら、ディビニティやってた人と一緒にやりたいなって思ってるんですけど、話がすごい飛んじゃったけど、もみの木みたいなのが見えてきた。ね、この辺ね。でもそれ以降作れる気がしないです、これ。どうしよう。で、ここの建物を作るべしだよね、きっと。建物があることはわかるんですが、どんな始まり方をしているのかさっぱりともわからず。お疲れ様でした。ねえ、自然、これは難しいです。これは何分かかるんだろう、クリアまで。戻ってきたな。内側にあるのかしら。おい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 。え？あれ？あ、これ建物の土台の部分だと思ったら煙突だった。まさかの煙突だったか。いや、これは道が開けたぞ。ああ、でも、モコモコしてるやつあるなって思ったけど、煙突から出てる煙だったのか、これは。うわあ、これとかね。うわ、こりゃ気持ちいいね。今までさっぱりわかっていなかったものが、やっとちょっとわかるようになりました。フォーザキングやディビニティのマルチは楽しそうですね。ですね、楽しいです。あ、ねえ、その、プレイ、人を選ぶっていうところがあるので、長いし。なかなかその相手を見つけるのが難しくはあるんですけどね。一緒に遊ぶ人が見つかったら楽しいです。ここら辺のゲームのマルチは。これはいけそうです。いけそうだ。グラマスは最初の枠組みが出来上がるまでが難関ですよね。うん、3はなんかそれが顕著な気がします。1、2のあたりはなんか端っこを最初分かるようにしてくれてたのでやりやすかったんですが、3はこれは難しいですよ。私がハードモードでやってるせいかもしれない。いや、これはハードモードじゃなくても難しいよ、これは。あれ難しい。建物。これはね、攻略スピード上がりました、一気に。よし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 。
ワンちゃんの顔を。よし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 。で、人がいて。うん。よしよし。あ、世界が開けたよ。いきなり。で、こうやって。これは、どっくかな。え、こうか。あ、違う？よしよし。スキーて。バルダーズゲート3オンラインマルチありですか？やったー、ありがとうございます。遊ってみようかな。最近あまり時間が合わないから難しいかな、バルダーズゲートは。ゲームは時間かり結構合わせられる人じゃないと難しいですよね、なかなかね。いやでもいいな、やりたいな、バルダーズゲート。動画まで行かないけど、かくすけさんとかにいろいろ聞いて絵を描くのにクリップスタジオ買ったけど、割と使い方検索したら出てくるから便利ですね。あ、よかったです。イラストレーターとかの方がメジャーで出やすいと思うんですが、よかったですか、クリップスタジオで。よーし、雪山がじゃなくてコテージができましたよ。あー、こっから新たな敵が、山ステージです。山ステージはえぐいぞー。ここはオーロラかな。テンション上がったと思いきや、もうぶつかりました、壁に。くぅ、難しいよかな。これ木だと思って、手前のどこかだと思ってたんだけど、なんかもうこの木の入る隙間がないんだよね。木じゃないのかな、これ。オーロラだったりするかな。
シンクリード結局プレイできてない。買っただけで。最近ルーンファクトリーもしたいんですよね。ペルソナもしたいんですよね。ライザのアトリエもしたいんですよね。ゴーストトリックもしたいし、ほらー、いつまでもできない。国産の対策だけでもそんなにあるのに、やりたいインディーゲームも大量にあるから、いつまでもいつまでもゲームが全部プレイできないのに。最近はあまりゲームをプレイできず、さらに積みゲーを増やしている。なんてこった。あのコテージに予約時間から遅れて到着する人かな。ホラーの予感。なぜなぜそうなってしまったんだ。あ、ホラーのね、展開ね。遅れた人が入ってから何かが発生する、事件が。お、来た。よし。この光の感じは、向きが、あ、これハードモードが効いてますね。向きがわからないのがこんなにも難しいなんて。この向きな気がする。よし。難しいって。これ木だったりする？いや、入らないなぁ。あ、でもここか？あ、よし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 。これも駅っぽく感じるけど、はい。あ、ここだ。よし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 。テンションもいきなりダウンです。銀プうまく使えないんですよね。ちょっと使ったことあるけど、完成への第一歩ですか。でも確かにちょっと進んだ感じはしますね。なんだえ。適当に捨てたつもりがハマりました。たまにあるやつ。これはちゃんと置きます。お、意外と出来上がってきてるんじゃない、これ。お、お、雪山ステージクリアが近いかもしれない。もう一つ雪山がありそうだよね。ここか。ね、買っちゃうととりあえず安心しちゃいますよね、ちょっとね。片手コントローラーを両手に装備して同時に2作品プレイしよう。この力が欲しいですよ。この力があれば。お、いいぞいいぞ。作業ゲーとなんたらとっていう感じならできなくはないし、ちょいちょいやりますけどね。
もたれ。胃もたれがあります。どうすればいいんだ？これ何？このピヨっていうの何？なんだい？わからんね。積みゲーは悪いことじゃないですからね。ちゃんと貢献してますからね、ゲームの売り上げにね。素晴らしいですよ。あ、そうだそうだ、その顔文字のスタンプ作りたいですよね。ハードモード聞いております。ハードモードってやっぱハードだ。あ、よしよしよし、来た来た。できると始めたつもりがちょっと難易度が高すぎますね、このステージ。いや、このゲーム、このステージほど難しくないんですよ、他のステージはね。初めて見た人、こんなに普段は難しくないんですよ。近い気がするんだけどな。どうだろう。迎え酒今日迎え酒したら死んじゃいます。セレステマ運転か。うわ、ここに登る人たちみんな勇気あるなぁ。ここがセレステマウンテンか。あ、セレステもやりてぇありましたね。見られてないなぁ、まだ。コーナーエンドゲームはちょいちょいやりたくなるけど、今プレイしたら私はもう1時間半持たずに終わりそう。セレステ山ならイチゴですよ。イチゴがあるかもしれません。翼のついた。台湾のお酒、アジアのお酒ならなんかマッコリのイメージがあるんですが、ちゃんと飲んだことないんですよね。見た目的に考えるとヨーグルトっぽさがありそうだけど、イチゴです。セレステマウンテンにあるフルーツはイチゴなんですよね、実はね。リンゴの方がありそうだけど。そりゃあ高難易度だよな。セレステマウンテンならな。そりゃあパズルにしても難易度は高いよ。私はなんてステージを選んでしまったんだろうか。ねえ。大変。大変これ。これは大変だ。このゲーム、最大の難関なんじゃない？このステージ。ここだ！よし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 。
でもやっぱりちゃんと見つけた時の感動は大きいですね。難しいとね。こりゃきついもん。笑えてくるぐらいさっぱりわからんぞ、形が。なにこれ、なんだ、どこを表しているんだい君は。あれ、ここら辺の暗い場所は絞れないかな。うん、絞れるかもって言おうとしたけど、もう一瞬で諦めました。ここ埋められないかな。ここよ。この木っぽいやつは木じゃないんだな。斜面の立ちなんだな。あ、これか。あー、ということは、こういうなんか、え、やけにくっきりしたやつ、ここだー。よし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 、やけにくっきりしたやつの場所が、あ、わかってきたよ。なんだろう、オーロラなのかね、これ。トウモロコシはモロコシなどの穀物が原料の蒸留酒、40°C から60°C。あー、そりゃ強い。何かとロックでいただくやつなのかな。あー、ウォッカ飲みたくなる。いいですね。確かに雪山とかだとウォッカは確かにイメージありますね。よし、来た。何これ、なんだこれは。でも進んできたね、一応ね。よし、埋まってきたよ、随分。わあ、37分だよ。よし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 、分かってきた。嬉しい。この色手前なんじゃない？ああ、手前だ。よし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 。見えてきた。ああ、見えてきたよ、私には絵が。よし、よし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 。よし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 。ふわー、これはすごい難しい戦いだったなー。よし、よし、あ、違う。あ、あれ違った、こっちだ。あ、いやいや、もう形でしか見てない。
よし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 。オッケー。よーし。あー、できた。ことには間違いない。あー大変だったー。やったー。あー難しかった。冬です。春夏、ここは夏だね。すごいですよ、一つだけでも。ナイスナイス。難しかったー。あー、おめでとう、ジージー。ナイス、ありがとうございます。あー、やりきったよ。これは。もう一つやりたい気持ちがあるけど、これはね、やめておくべしです。やめておくべし。いやー難しかったー、このステージ。いやー、秋と同じレベルで難しかったね、これはね。いや、秋より難しいな。いや、どうだったかな、この秋のステージ。どのくらい苦労したかもう忘れちゃったな。夏が、春はまだマシだったけど。いやー、やりきりましたー。オーロラか葉っぱかね、最初葉っぱだと思ったけど、この寒さなら氷という可能性も捨てきれないですね。暑いから冬の景色助かる。はい、見てください、私が40分近くかけて作ったこの景色。私が描いたわけじゃないから、そんなに偉そうに言えないけど、やりましたよ。冬モチーフは高難易度ですね。やはり雪山は過酷だな。楽しかったー。お、100点押してもらいました。ありがとうございます。あ、これ保存されなかったら嘆きますよ、私は。あー、難しかったー。難しかったよー。あー、難しかった。あ、また入っちゃった。はい、あやちゃん、ちゃんと保存されてるね。